あ、テステスです。大丈夫かな。はい、じゃあそろそろやりますね、大会。名前は多分みんな書いてあると思うんで、参加費だけまだの方お願いしますね。あ、電話がありました。今日は14人ですね。14人だと何がいいですかね。大丈夫かな。はい、じゃあ半過ぎましたんでそろそろやりますよ。はい、何をやる何をやる何をやるさあバイパーさんが回しに行ってるがうまくいかない感じ。しかしお仕置きじゃあ14人、おパパもいる。今日あれか、第一土曜日だから東大戦形式じゃないんだ。まあ何でもいいんですけど、何でもござれ、うん、何にしようかな。ういって、えいっ、どうしようかな。2-on?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  だから俺らのあれですよ、英語ちょっとにわか英語聞いたら破天荒さん若干おこまでありますからねそんなの英語じゃないみたいな2-on? 今日のメンバー教えます。マイパー、茶坊主、お茶丸くん、苗場、湘南、中島、秀子、江戸、ほぼ山本、破天荒、闘魂、杉、川島、友田、計14名ですね。ヒデスキ、最近ね東大戦出るとね、ヒデスキじゃなくてね、ヒデ冷たいとかヒデ勝ったとかヒデ死んだっていうねコメントばっかりなのでね最近はねヒデ嫌い消えました。完全に消えた、ほぼほぼ消えてますね。あ、それはあかん。今のチュンリーのチューティック、チューパン、飛行点ってあったんですけど、飛行点打った瞬間に確実に前ジャンプされてしまうので、やるとしたらチューチューまでやって、で相手が何をするか見た方がいいんですよ。でもしトマホをやってくれたら着地にチューパン大パンでピオカクなんで、へー、なのであそこ超見るところですね。つまりツンデレ来た、ツンデレヒデ。はい、みんなやるよー。何やる今日、2-on?2-onにする、それともハゲさん込みで 3-on?XF とあと2ヶ月後なんすよね。おー、8月12日土曜日、3連休のど真ん中
あーと東大戦大将だったのはあれ XS とかで大将でまあ出ることも全然僕もあるんで、もうチームメイト決まってるので、でそれでまあその離れするっていう意味も込めて大将になりました。まあやっぱ経験はね、東大戦というお祭りなのでね、経験を積ませていただけるっていうところではね、そういうのもありかなと思って、おすすめプレイヤーか、チームメイトはね、ちょっとネタバレになっちゃうんで、ちょっとまだやめときましょう、2ヶ月先なので。まあ、とりあえず、ヒデハウスなのは確定なので、チーム名が。さて、どうしようかな、2音にする2音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 2それとも3音35 on 5 5 on 5、 なるほど、5 on 5にするんなら本当にリーダーちゃんと決めて取り合いにしないと、これ結構まずいですね。ランダムで決めちゃうとかなりチーム差出てしまう感じではあるのでまあ5 on はちょっとさすがにデカすぎる気がするので、3 on かな2 on かな、どっちかでしょう。シュウさん入ってますか、まあそれもノーコメントにしておきましょう。おすすめプレイヤーね、いっぱいすぎてるんですよ。まあちょっと近々僕川又さんとちょっとだいぶ今度の火曜日かな、多分かなり1時間2時間くらいのガチ試合やる感じなんで、川又さんは激アツですね、僕の中では。あとはおすすめプレイヤー、最近のまあ東大戦たまに出てますけど、やっぱりケイシンさん好きですね。僕にないムーブを持ってるので、一番強いチュンリー、うーん、まあセオチュンリーでしょうね今のところ。なるほど、これやるんだったら早めにちょっと、うん、7いいね、はい、みんな注目してね、の試合ばっかりやってる、せやそうだわ。今日は16キャラ戦にします。聞きました皆さん、16キャラ戦です。14人いるので7対7でチームを割り振ってもらって、16キャラを全、その7人で、割り振っていただきます。7人なので3キャラ持ちが4人、2キャラ持ちが3人で、あ、ちげえな、頭悪いな、待って、3キャラ持ちが4、2キャラ持ちが3だと18、違うな、3キャラ持ちが2人か、あ、そうだね、3キャラ持ちが2人、2キャラ持ちが5人だ。で、やっていきます。というわけで、リーダーやりたい人、挙手。いないね、手挙げないよね、そりゃそうだ。じゃあ、そしたら、そうだね、誰が近いかな、さあこれ決めるのもあるので、10時には始めないと1時間かかっちゃいますからね、やばいね、31試合ありますからね全部で。どうしようかな、あ、で16キャラかぶせにします、かぶせ16キャラなんでかぶせにしましょう。キャラだけ決めて、先方だけ決めて、そっからかぶせ合いにしましょう。いや、3キャラ持ちが2人、2キャラ持ちが5人。あ、こんばんは、
じゃあ皆さんの試合熱いのは分かりますが、とりあえずチーム決め先やっちゃわないとね。チーム決めどうしようかね。今ちょうど立ったし、お茶丸くんと山本さんでチームリーダー組んでもらってやりましょうか。はい、杉さんでもいい。なるほど。まあでも多分よく来てるのがこの2人なんで、よくこの場の強さ、サブキャラの強さとかよく多分熟知してると思うので、まあ実力も近いですし、この2人でリーダーやってもらいます。はい、というわけでまずは 1P、2P から、山本さんとおしゃまるくんはじゃんけんして決めてください。はい、どっち。山本さんが 1P、 おしゃまるくんが 2P ですね。山本 1P、おちゃまるくんが 2P で、こっからが重要なんですけど、今日のルールは16キャラ戦です。サブキャラも込みでの人選選択がかなり肝になります。ちなみにヒデはチュンリー以外はマジでカスですので、そこだけ気をつけてください。というわけで、先取りじゃんけんですね。先取りじゃんけんして、ここにいるメンバーをそれぞれ取っていってください。というわけで先取りじゃんけんしてください。さあ先行はお茶丸くん。さあまず誰を取る。カーシムさん。まあですね、ダルシム DJ ザンギとかなり強いメンツですからね。さあこれに対して山本さんは、まあここの XS は S ありでしょう。 X の代わりに、うん、青パンもありにします。もちろん S 剣とかもありですね。 XS、S 流でもいいですし、使えない SDJ でもいいですしバイパーさん。はい、バイパーさんが 1P です。はい、じゃあ次行きましょう。トーコンさん、トーコンさんを取りました。結構ね、小井戸さんとかね、チュンリー殺しとしてはなかなか、うん。小井戸さん、あ、パパがいる。パパ、友田さん。はい、じゃあ次行きましょう。あ、でもいいんじゃないですか、別に。え、小枝さん、なるほど。はい、中島さん、ヒデ余ってるよ。ヒデいっちゃう。これね、これね、ヒデとトーコンさんの、もうね、皮肉な争いが始まるんで、別に取ってもいいですよ、僕。はい、ヒデいらない。来た。じゃあチャボさん。チャボさん、はい。湘南さん。お、苗場さん、苗場さん、はい。残りは、あれ、あ、間違えた、俺ここ間違えた、ここ、こっちだわ。破天荒さんと杉さんかな、残り。破天荒さん、はい。で、はいはい、決まったよ。の試合とりあえず終了してください。16キャラをそれぞれ決めますので、皆さん 1P、 バイパー、茶坊主、苗場、中島、ほぼ山本、杉、友田。 2P がお茶丸くん、湘南、秀、小江戸、破天荒、闘魂、カワシムで、今日は先方のみ決めて、そっからかぶせ合いにします。なのでキャラだけ誰が使うか決めて、そっからかぶせ合いにしますので、皆さんその辺ちゃんとご理解をお願いいたします。そう、キャラ先にズラーって書いた方がいいかな。うん、
読み上げますよ。リュウ、リュウ、ケン。やっぱ分けます。いや、苗場さんもいるから。そう、チュンリーね、そう、チュンリー使い多いんで。そう、だからね、まあでもそこはしょうがないっす。ん、待て待て、チュン、リュウ、ケン、ホンダ、ホンダ、チュンリー、チュンリー、ブランカ、ザンギ、ガイル、ガイル、ダルシムで、スギちゃんだからホーク、ホーク、キャミー、俳優だからフェーロン、DJ、DJ、バイソン、バルログ、バルログ、ジョンチョイ、サガット、あとは、ブラック企業、ベガ。これあれです、今言った僕の覚え方は小高式の覚え方ですね。ベガはあのブラック企業なので、あのブラック企業って覚えておくと結構パッて出てきます。で、あのブランカは通販なので、ジャボーズさん100円以下。あ、小坂井さんバイソンですね。あれ、まああれは小坂に聞いてください。理由は俺も分からないです。でもな、まあ、ちょっと小坂井さんに似てますよね。対して割り当てていきましょうってことですよね。そうですね、3キャラ持ちが2人です。2キャラ持ちが5人です。バイパーさん、フォークお願いします。どうしよう、自分のメインキャラ使えない人が出ちゃう。まあ、なのでチームごとにそれぞれ分かれた方が良さそうですね。ワンピー側は山本さんのところ集まってください。バイパー、茶坊主、苗場、中島、山本、杉、友田で、山本さんがリーダーです。で、2P 側リーダーがお茶丸くんで、お茶丸くん、湘南、秀、小江戸、破天荒、闘魂、川島ですね。じゃあそれぞれちょっと分かれましょう。山本さんのチームはこのカウンターの近くで、お茶丸くんのチームは配信台の近くにしましょう。あの両替機の近く、あそこで集合にしましょう。というわけで一旦マイク切ります。はい、ただいま、どのキャラを誰が使うか決めているところですね。本日は全16キャラを2チームに分かれて全キャラ使っていく、7人対7人なので3キャラ使う人が2人、2キャラ使う人が5人という感じですかね。
大山ニュートンは駅からまあ徒歩5分ぐらいですかね。駅出て屋根付きの商店街をただまっすぐ来て いただけるだけで。いやでも絶対かぶっちゃいますよ、何人かは。3人が、うん、あっちは2人だ。同じキャラ3人いるチェーンでも誰か使えあ、新谷さん100円ください。新谷さん来たの？これハデさん込みで。新谷さん、ハデさん込みで88にするとしたら。でももう決まっちゃってるんじゃないの？大丈夫？新谷さんいる？新谷さん来ましたよ。あれじゃあさっきあったやつから新谷さんか。あったじゃん、セイバー。スワンピーが完全に決まりました？いや、完全に決まってないですよ。じゃあ、ニーアさんが入ります。じゃあ、ハリさん、じゃあ、俺もじゃあ、山本さんとお茶丸くんで、どっち取るか、ジャンケンで決めてください。一人ネタやらにあります。あ、2位でちょうどよくなる、ね、ちょうどよくなります、ね、というわけで、ジャンケンで勝った方が、ハリさんか、ニーアさんか。いや、勝った方がニーアさんを取るでしょ。今のは、最初はグー、ジャンケンポイ、あいこうでしょ。ニーヤさんは今日も、あ、今日はお寿司じゃないですね。はい、 2P 決まったよ。
大山ニュートンって駅からどの辺にあるんでしょうか。大山ニュートンは、駅降りて右曲がって左曲がってずっとまっすぐ行くと着きます。だいたい、あ、あ、だいたい合ってるからこれ。うん、いや、結局これ、改札通り、改札1個しかないんで。逆に、いや、これ逆に。じゃあやりましょう。あ、先方決めてねえわ。先方 1P 決まった？待って、待って待って、 2P が先方誰にするよ。じゃあ先方俺が。え、バイソン、オッケーオッケー。1P 側の先方は山本、何ですかキャラは。ダルシム。山本ダルシム対ヒデバイソンでいきましょう。あ、これハゲさん、貼ってあると多分誰が潰れたか分かんなくなるんで、それぞれボード出してそれぞれのチームに渡しといた方が。あ、了解です。はい、じゃあやっていきましょう。じゃあまず最初お願いしますね、マイク。さあ、じゃあ16キャラ対抗戦、 1P が山本さんのダルシム、ダルシム対バイソン、いきなり強キャラ対決から来ましたね。強キャラの無駄遣いかこれ。さあ 2P がヒデバイソン、これバイソンもったいないんじゃないですか。あ、クレイジーが入る。あ、つながってない。なんだこのバイソン。さあヒデバイソン消えた。バイソン弱キャラだ。あ、次はお茶丸くんのブランカ。え、さあ実況の方に移りましょう。ダルシムもね、お、ここでローリングから、ローリング、期待値ローリング。おお、そうです、そうです。あのね、ダルシムって、ダルシムブランカって結構難しいんで、ブランカ側は荒らしに行っていいです。特に、やり慣れてないと何が正解なのか分かんないんで、とりあえず期待値ローリングと、投げで全然 OK なんで。そうだね、対空が難しそうだね。そう、対空かなり難しいんで。さあ、どんどん飛んでいく。いや、でさあ、来た。さあ、ぴょんぴょん飛んで。あ、これ最大ですね。さあ、どんどん飛んでいくぞ。おっと、ブランカは大パンじゃないと投げになんないですよ。そうですね、これは確定ですね。はいはいはい。さあさあ、ダルシム消えた。ダルシム消えた。さあ、1P側どうする。杉さん行きます。杉さん、フェイロン、杉フェイロン。お、さあ、ワンピーがスギフェイロン。ワン、ワン、ファ
さあここはまずスライディングスライディング期待値ローリングの後には劣化点を必ず仕込みましょう。さあやりたい放題なんだこれ。ローリング打ってるだけなんだこれ。 CPU 戦ではないんですけれどもなかなかひどい試合でしたね。このあの期待値ローリングの後に必ず劣化点を最速で入れれば2位3が当たるんで。さあさあしかしやられている。そうですね。あー、はい、よりち中足キャンセルかかんないんです。あーしかし劣化がやっぱやり慣れてないまであるか。わっあら大パンで成敗。さあどうするワンピー。そうですね、まあ任せますよ。僕は 2P なので。さあまあバンバン行きましょう。バルログ、バルログ行きます。さあ山本バルログ、さあ 1P 側になんとバルログを使える人がいなかったのか、それとも山本さんはバルログの可能性を秘めているのか。さあバルログ早いですね出てくるの。そうですね。さあ 2P 側からもアドバイスが飛んでいく。あでもやり慣れてないバルログだと全然ブランカー、はい、ありますね、かけちゃうよ ね、 特にこの中パン大パン暴れだけでも全然強いんですが、夜までがやっぱ大変なのでごちゃ出せればこれ確定ダメージが大パンなんで。そうこれお、これ全然ひょうひょうせずに。いやひょういらないですね多分。逆にひょうやるとバーチカルでやられるんで。あなるほどね。さ あ、 あさあしかしどうすんの。いい切り返しですね。おーっと、おーさあお茶丸くん、あーまで返される。アントビから行きたかったですね。おそらく山本さんテーラーは出せないはずなのでアントビから行けばほぼほぼ確定で噛みつけますね。あーもうしっかりと2ラウンド目からもうラーニングしてますね。スピードラーニング。石川亮もびっくりの。おっと、さあゴロゴロして、さあ鍋か爪が刺さりまくる。これがバルログだと。どうしようかね、バルログか。いやいやいや、キャミーダメ。キャミーはホークとザンジに取っとかないとダメだから。さあバルログどうしようかな。あ、小江戸さんのベガかな。バルログだったらもったいないか。どうする。お、なるほど、ザンジ。これ分かんないと夜までが大変ですが、ダメージソースはおそらくザンジの方が圧倒的に上なので、一回寄り付けば、あとは爪が剥がせれば。小江戸さんのザンギ。そうですね。さあかうおーケーラリからの。さあこれ確定、ダメージが取れない。さあ色は青きサイクロンですが、優しい弱スクリューだった。さあさすがに山本バルログ、これどうすればいいか分かんない感じか。しかしバルログだったら荒らしにいけるんです。うっ、おー、一応手ですね。早出しを読んでの前ジャン 大パンかな。さあ開幕スクリュー、スクリューバニシングから、あー高めボディですね。あれ難しいんですよ。さあ、おおテーラー出せた。リバサテラー。しかしピオラされて試合終了。そしてエステで終わり。さあワンピーがどうする。
本田新谷さんですね、ワンピー側。さあここで苗場キャミーが登場、はい、苗場さんのキャミーは見たことないぞ。さあフーリガン入って、おお高かった。キャノンは読んでガード、ダイヤ仕掛けてキャノンまた出す、めくりはしっかりガードできてスクリューで吸われて1ラウンド取ったのは小井堂さん。キャノンスパイク打ってればいいんじゃないの。いやこれはキャノンスパイクもそうなんですけど、とりあえず触りに行くのがあの中足の先端ですね。あーおー中足先端、スパイラルアローの先端を当てるっていうゲームですね。ただこういう上は絶対キャノンで落とさないと自利品になるのがキャミー側なんで、それをしっかりとやれればいいんですが、パイル入って、さあこうなるとザンギはガンガードできるが、フーリガン入って荒らしに行く、高めはさすがに落とされる。さあワンピーガードをする、さあどうしますかね、ワンピー側。チャボさんのブランカ、チャボブランカ、ブランカ。さあチャボさんのブランカはサブですが、結構の試合でもやってるイメージなので、さすがにこういったあれですね、キャラ差がしっかりついているカードはさすがに、さすがに大丈夫だとは思いますが、これはしかしフラグ？フラグなのか？ただね、お互いサブサブなので事故あるんですよ。お互い使ってるますもんね。うわー、マジか。サブキャラとはいえ、結構ちゃんと使えてるキャラ同士。そうですね、あー、これ痛いのが入って、高めボディから、高めボディ、これはガード。そうですね、このコパンからの飛びだったら、ダブラリも潰せてるんですが、おお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 スライディングあそこザンディが欲望のバニシングやっても僕良かったのかなって思いましたけどね。ああゼロドットだからね。そうゼロドットだからこそできるバニシングのあの手の強さ。おおさあ上系は一通り落とされてしまうので、さあそのままでのダブラリから、あーうまい。あれ持続を重ねるとああなるんですね。よくスマさんがやる連携ですね。さあこれは熱い、うーっ、あー、はいはいはい、あのコパンはダブラリー絶対潰れるんですよ、先端強いので。さあ 2P がどうしましょうかね。ブランん？ブランカか、どうしようかな。あ、ホンダいいね、ホンダ。ホンダはかぶせですね。ホンダ、お茶丸くんホンダ。さあ今ワンピー側は5人目、ツーピーが4人目ですね。若干ツーピーリードというところか。かぶせ合いと、あとは使えるキャラとかがそれぞれありますので、さあ張り手張り手張り手、超減るな。さあ出し続ける意志力。さあしかし3発入るとちょっと確定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 。さあそしてアントビ早い。これね、ブランカブランカだとローリング確定の確定の確定まであるんで。さあ
これほんなもうね待っていいんですよ、やりに行かなくてよくて、うん、もう上飛んできたらあの弱頭突きでしっかり対応でいいんですよ、やりに行くと低体ダメージばっかりもらうんで、そうそう、やりに行かない、やりに行かない、これが正解ですね、これですね、まあ、張り手くらいだったらまだいいんですけれども、しっかりとその横ため弱頭突きが出せるように、うん、しておかないと痛い目見るので、あーこれピオリーチ張り手張り手、あーこれそうなんですよ、これ潰されるんですよ、あー強いなー、さあしかしさあ寄ってきた、あーじゃあクズ突きがタイミングがあって、どすこい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 、おーどすこい、日本の相撲、これはさすがにやりすぎた、さあ 2P がどうしましょう、川島さん何出んの、ハゲフェイロン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 、でもねフェイロン行くんだったらバルログの方がいいんじゃないって思ったり、あでもフェイロンで行っちゃう、あ S が S 剣いいね、行きましょう、さあ発展校さんは S 剣、さあ皆さん、あの書き込みでウルスト2出ましたが皆さんやってますかっていうコメントをいただきましたが、皆さんやってます、はい、えっていうか、今家でやってる、まあですよね、多分きっと買った人は家でシコシコやってると思うんで、あーおじいちゃん、おじいちゃんはまあやってるし、そうですね家で、さあ踏み込み台足から、さああんまりやりすぎると投げて減る、うわーしゃがみ中パン、いいですね、F 剣なので超強いですね、なんかあれですね、ウルスもなんかクソ技連携というか結構あるみたいですね、ソニックダブルサマーとか出せるらしいんで、まああのワンボタンで必殺出せるからで、しかもバイソンのあのダッシュストレートあるじゃないですか、ダッシュアッパー、うん、ダッシュアッパーがオワオワって2回出せるらしいんですよ、オワオワ出せた後にヘッドも出せるっていう、何それっていう連携があるので、多分 X デーはかなり面食らうと思います、そういうの見てると、あていうか普通に殺意竜と千の剣が結構壊れてるから、やばいっすね、うん、殺意竜に関しては飛び通ってしまったら9割ゲットなんで、いや飛び通ったら即死、あ即死か、うん、前ジャンプ大キック中足大竜巻大昇竜で9割でピオ角ですね、確かそうピオって終わっちゃうんだよね、まあ別ゲーですね、行ってしまうと、さあ我慢している破天荒さん、しゃがみ中パンは大正解、お、いいですよ、しかし飛びを通したが最大が入らず、しゃがみ中パン超霊剣上は出るんです、出ますね、あれウルツーってアメリカ調整なんですか、いや多分違います、ほとんど変わってないですよね、あそうなんですか、うん、なんかアメリカ調整だからバランスもクソもないからねっていう風に書いてあるね、コメントが、あそうなんだ、あ HD か、そうなんですね、さあワンピー側次は剣に対して何を、しかも F 剣ですからね、はい杉ガイル、杉さんのガイル、杉ガイル、なんか言ったなんか言ったか、いやもうそういうツッコミやめてくださいさあガイル F 剣、さあ F 剣はこれはまだいける部類ではありますが、うわすげえ今サマー滑れましたね、お竜巻、さあ勝利ぶっ刺さって、あーあー超シューキックの匂いがした、
昇竜拳スカル、この前はスカります。 TBS にならず、おわっ、これは熱い、あー、大足分とスカッタ、あれは最大は大パン弱昇竜ですね。まちょっと前に歩いて、そうだね、で即死ですね。さあやっぱりいいですね、このみんな見たことのないサブキャラが多いっていうのは。いやこれね、お互いサブだから、サブだからどうだろう、まあ中にはね使い慣れてる方もいらっしゃいますが、こういうね対戦があるのがまたいいっていう。さあ波動拳、波動拳、昇竜拳、やはり横押しがきついキャラに対してはやっぱりソニック総裁とかで頑張りたいところ。いいですね今の裏剣は。さあソニックで切って、アントビア若干早くて地獄の画面端がスタート。昇竜拳は出ず、間に合わない、あれ多分ギリギリ間に合うとは思うんですが、さあこれは、あ、投げ前のちょっと外、昇竜拳出ない、中足かられる。さあいい勝負ですね、5対5それぞれ潰してますが、それぞれねキャラが結構違いますのでね皆さん。さてどうしましょう、 2P 側ガイルか、ガイル、いやー誰しもないでしょう。いやバルログは不利ですよ、不利。あ、エッサガ行っちゃおう、エッサガ、エッサガ青パン、破天荒さんリベンジ行きましょう。おっとさあにこやかスマイルが似合う破天荒さんだが、エッサガ使ってる時はなぜかその顔が若干黒い気がする、悪い顔をしていると。まああれですね、この笑顔に黒いところがあるっていうのは大人ならではですね本当に。さあそれぞれお互いのキャラがやられた時の想定をしている16キャラ戦は、まあ使えるレベルとかも重要ですが、やはりキャラ体が結構大事にはなってきますので、さあ前飛び前飛び、アパカやってもお釣りないのやばいね。さあ、スギガエル苦しい、苦しいね、立ち台系、立ち台系、これはきついですね、これなかなか厳しいですね、冷酷神髄カードですね、冷酷神髄。さあここはソニック、うん違った、ソニックじゃないや、タイガー、タイガーで、さあこのモードが厳しい、距離は離れているはずなのに画面端を背負わされているような感覚、前にも行けない、上は足し合い系で落とされる、苦しい場合よりタイガー、タイガーが早すぎて寄れない、早い、うわー、やまられた、これは矢口まりですね、うわー厳しい、厳しい。さあ青パン出されて困るのはワンピー側、まあ、勝ちに行くならダルシムとかですか。ワンピーがダルシム消えてます。あ、消え、あ、え、消えた、はい、もう一番手で行ってるのでだから苦しいんですよ、ワンピー側はダルシムを先…そう一番最初に消費してしまった。そう、ダルシムはね、ダルシム絶対必要なんですよ、序盤で出すのは、ね、まずないんで。これは絶対絶命か。さあ、どうする、バイソンですかね。お、友田バイソンが止めにかかる。さあ俺が行かなくてどうすると。さあでもそうですね、こっからあれですね、それぞれメインキャラとあとはサブでもかなり強い部類の方が残ってますので、こっからがこの16キャラ戦の真髄といったところでしょうか。さあ1対3番入って、どっち、キーパーを、うますぎる。いやこれもゲージもあるので、そうですね、もう厳しいですね、厳しい。はい、そうなんですよ。さあ、さすがにパパのバイソンは強いぞ。いやさあ、アパカで切って減る。
一発で逆転。おー、うまい。おー、今のはあれですね、こう背中を向けた瞬間見てアッパカ出してますね。さあ、この画面端だとギリギリ入りませんが、掴んで、どっち、あー、中盤グラウンド繋がっている。あ、中キックか。さあ、これ本気で止めにかかんないとまずいですね、 2P 側どうしましょうかね。チュンリーかな。DJ、 おシムさんが、さあここをお互い嫌ままだと感じたか。 DJ、 カワシム DJ。 さあこれはちょっと厳しい。コパングランド、コパングランド確定、出させて、吐かせる。川島 DJ がなすすべなしか。これはきついね。さあ中キックでこかして表、あ、さあ一気に画面端まで追いやるが、これでもまだバイソン有利まである。さあ台で出してしまったが、やばいやばいやばい、やばい、おお、なんだ、どうなる、見てから、中キック入って、トビがバイソンの裏めくりはちょっと難しいですね。悔しそうですね。さあどうしましょうかね。俺、僕これトーコンさんのチュンリーでいいかなって僕は思うんですけれども、どうでしょうかね。スーピー側、バルログ、ハリアさん行っときます。行く、行ってもいいですけど頑張ってくださいね。トモダバイソンマジ強いんで。ちょっと、さあここでハジログ食べログみたいと、なんか嫌ですね、バルログを食べるって考えると嫌ですね。なんかさあ宙を舞う弾脚応答の上、宙、さあしかしゴチゴチタイム、宙を舞うキャラにも関係なく俺のゴチゴチが入るんだと投げて、しかし、おっ、ワンチャンは、あー、なかった。スカイハイクローにヘッド。さあ裏、表、裏だが、今のアブレガンガード、中パンかくって、中パン、わー、アブレ実行でしょ。さあ画面端抜き出して、今のは事故が見えたが引かれず、さあ中パン、中パン、さあこれは裏、しかし着地が悪い。ヘッドで、これはバルログが先、バックジャンプ中パンで落として、これは我慢、うわー、大ヘッド、アントビが速い、うわー、バックジャンプ中パンで、これはお見事ですね。あ、クレジットがないかな、あった。さあ、トーコンさん、さあ、100レス投げて、あー、いいですね、強い。わー、今のは、おお、なぜかヘッドが光るタイミングで中盤を押している。さあ今日もガムリパーク発動か。さあ中盤、なぜか背中高めで投げられたのは
チュンリーガはあれは玉島さんの投げみたいな感じですね。さあちょっと危なかったか、ゲージが溜まったぞ。お互い飛行剣はちょっと危ないぞ。おお反応している。さあ分かんなくなった。おお見てから、さあワンピー側がこれでかなり苦しいと思うがどうする。さあここでバイパーさんのホークか。さあ間違いないです、バイパーさんは言っています。チュンリー有利だから間違いないです。しかしメンタルダイアグラムが発動するとホーク有利っていうふうに言う人も中にはいるかと思います。さあ先ほどこの二人のじゃいいっぱいやってました。撫でて打て身がない、びっくり撫で立ち受け、立ち受け、うまい大手、ここで大手はうまい、立ち受け。さあ寄れない、闘魂チュンリー先ほどのの試合で得たものがここで炸裂。しかし影縫いからの連キャンジャンプが怖いが、タチュチューティック、おーピヨってデンデンデン、減った。しかも繋がってない。さあワンピーガーどうします。フェーロン、さあこれで人数差は一緒になりましたが、キャラ的に見ると 2P が優勢かな。まあでもまあ止められる人って考えると新谷さんの本田っていう説もありえますね。なるほど、新谷さんの剣、新谷さんの剣からまあそこは新谷さんの、さあここで新谷さんが本田かな剣かな、本田さあバックジャンプ中キック、これは正解だが画面端を背負ってしまうのが近いのでここは読み合い。ああそれはやばい、おいちが入って、どっち、もう一回おいちを、どっち、これはガード、しかしチュンディ厳しい、矢口マリ、ああお釣りが入れてない、相打ち、おおなんだマジか、いやガムシャラナでは通りません、必ず追い押し込んでおります。さあ飛行艇なぜか前飛び、そして落とされてめくり、追い押し入ってピオリチ、追い押し、これは結構安全ですね。うわ待ってからの頭突き、いや落とせないですねあの距離は、すごいね。さあ本田に対してはどうする、これあ、そうですね、じゃあ湘南さんかな、はい、さあ大勝利、さあこの男上はバッチリ出ます。さあうまく中盤からぶってタイミングを外して打とんできたところにはしっかりと昇竜拳、さあ昇竜拳しっかりとタイミングを待っていて、おっとちょっと危なかったが削りで使ういいでしょう。さあどうする、いやーうまいですね、
じゃあ昇竜拳、完璧な完璧な試合だが、こっからホンダがどう切り崩す。ファイヤー波動で燃やされて、ダイヤシ波動、これでしっかり陣地を稼ぐ感じですね。いいですね。さあ危ないぞ、オカマからの張り手の連携、新谷さんならではですね。さあ投げる、逆側投げるのはいいですね。しかし昇竜拳バッチリ出ます。さあ、わあ、沖昇竜、これが強い。削って、あっ、危れ危れ危れ、オカマガード。さあ湘南さんがしっかりしている。さあここで中島ガイルが登場。ガイルじゃない、中島ザンディ。そっか、さあ、あのジャンプ中パン、小返しからのジャンプ中パンですが、前に農業さんが試合で見せたしゃがみ中キックダブラリっていう連携を見せたことがあったので、ジャンプ中パンは若干危ないまでありますね。さあ遅らせからの真空、これは食らいますね。さあ吸った、もう一回いけるぞ、じゃんけんポン、もう一回やっとい、小足でしっかり止めて、あーこれはダブラリー、なんとあの局面からでも逆転できる。これがガイルスカイの根性値です。さあずかずか歩いてスクリュー、どっち、さあちょっと待ってから大ファイヤー波動、うまい、投げる、マジか。さあ何もしないとずかずか前に来るのがザンギスカイ。さあダイヤシー直スクリューから読み合い、うわー走るがダブラリー、これ俺だな、俺出ます。え、あ、キャミキャミキャミ、俺のキャミ。さあ残儀を見て嬉しそうに飛び出していったのがヒデキャミ。あ、これ負けは許されませんね。消化試合ですよね、こんな残儀対キャミなんて。さあ中足しか打っていないこのキャミ。お、キャノンスパイクをやっと打った。お、な、投げ入って、あー、リバーサー、離れる、距離を保って中足。さあザンギー側ゼロドット、これどうする、中足。わあ、タッチシューキック。さあ体力半分ないぞ、もう中キック強い、投げてスパイラルアロー、これでどうなんですかね、73ぐらい、これですか。ザンギナだ、まさかの。さあプレイヤー差が73なのか。中キック、さあうまく中足を攻略している。さあ前に寄るがスパイラルアローで追い返す。さあキャノンスパイク全く打たないこのキャミ。中足、中足連打、あー中足。
さあ今ならこれ誰行っても倒せるんじゃないですかこれ。さあ CPU ベガに殺されそうになるヒデ。さあ中島さん連投 DJ ですね。リベンジマッチ。飛びがおガードした。スラタイク。あーこれはピヨッチちゃう。死んでしまう。さあ10-0と言ってますがそんなことはありません。飛び入った。死んだ。あっという間。早かったですね。いやこれ10-0なんでしょうがないっす。いやいいんですよ、だってキャミーさんってこういうゲームですから。さあここでさあ闘魂ナイル。さあ一気に画面端投げる。さあ 1P 側の方が若干優勢ですね。そうですね、まあ、フォークはちょっとあれなんですけど、ダルシムとベガかな。ジス。さあ試合の方を見てみるといい具合で打ち合っている。まあこれはお互いさすがタメキャラですね。さあさすがにその飛びはいきません。中パン。いやーこれはさすがに DJ ガエルに飛びはほぼほぼいりません。おそらくですか。え、ちょっと待っ、フォークとかフェイロンとか大丈夫。もうあ、でもまあカーシムさん出たいならカーシムさんどうぞ。うん、じゃあ行きましょう。さあここでスーピー側の切り札カーシム DJ、 あ、じゃなくてカーシムダルシム。さあなぜか押されている。さあこ中スラから投げ。さあさすがにDJ も使ってるダルシムはメインキャラ。 DJ の嫌なことも知り尽くしている。うわー厳しい。うわー体育。そして無理せずファイヤー。そして立ち台系。まあ無理にやりに行くとね事故る可能性がありますからね。まあこういったやり方は全然ありですね。さあ代々入って見えくった。しかしさあこっから取り戻すのが若干しんどくもあるが、画面端を背負わせれてるのが DJ 側なのでまだまだありそうである。さあゲージは溜まったが冷静に打ち合いに持ち込んでいく。時間をしっかり使っていく。しかし画面端が近い。どっち投げて受け身は取っている。さあうまい具合にかわしてはいるが、ここは一発もらって、うわー来たドリルで、これはレンガ。あうまい。おーまあ待っている、出ている、素晴らしい。さあカワシムさんがここでやられてしまうのか。しかし開幕のこの体力リーダーでかいが、表からここでは削りで使っていく感じ。投げ返す、ロコスに投げる、投げて
今度は、おー、ジャック待っている、おー、熱い、あー、なんと中島 DJ が、これは大金星、さあ、スーピー側、おつやですね、ほぼほぼ、はい、メロンだね、急に泣くんだってさあ、ワンピー側もこれはかなり優勢になりましたね。さあ、フェイロン DJ やろうぜと。中島さんすごいですね、ここまでかなり仕事をしている。さあ投げて、なぜかフェイロン DJ やろうぜなのに、あー、しかしピヨって、でん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 から、あっ、あー、まあまあまあ、さすがにゼロドットじゃもうしょうがないですね。あそこで遅らせシーンを出しても多分何かしらかくるので、お、中断支援はガード、さあ冷たい、技の相性が悪すぎるこの2人。しかし投げて受け身取ってない、スラからこうなるんですよね。さっきのアントビも多分無理だったでしょう。さあここは冷静に下がって、エアスラエアスラ、チューティック対応。さあ残るはホークとベガ、さあ副賞まで来てしまった 2P 側、出てくるのは湘南ホーク、見たことがないぞまわしに関してはボタン押してからじゃないとできないと言ってました。さあしかしやはり熟練の DJ には厳しいか、冷たい、さあ2ラウンド目、さあ手前をちゃばれている、あー大キックめくり、あれ多分ホーク使ってなくて大 K だったら分かんないでしょう。さあここはさすがに暴れる、これは見られた、めくりにはいかず安定行動、いやーまだ内緒も悪い、しかしワンチャンあるのか、あー、いやーこれはしょうがない、一矢報いたかったが、さあ大将声止めが、僕終わりました、チュンリー使いたかったんですけどじゃんけん負けました。さあ大将小江戸ベガ、残るは龍剣チュンリーサガットベガ、そしてこの DJ6 枚抜かないといけないこの大変さ、そのうちメインキャラは苗場さんのチュンリーと友田さんのベガとチャボズさんのサガット、かなりベガは苦しい。しかし相性の悪いホンダは潰れているのでワンチャンあるかもしれない。さあ空ヒットだが行って、さあ踏んで、おっとチューチューから、おっとこれは、あー歩きナイトメアが出なかったか、今のはちょっと歩きナイトメアっぽい匂いがしましたが出ずっていうところでしたかね。そうですね、小江戸さんとしてはここを勝てば先が見えるというところで、ここはゼロ振れ打ちからコパンで置いて止める。さあゲージは持ったベガ側、あーやばい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 、
さあ最高踏んでジャックで、しかし踏んでどっち、わー先出しですね。光ってから弾が出たので多分先出しでしょうね。さあここでバイパー竜の登場、ここで老舗の竜、しかしベガ戦はやってるのか、うわーめくりさんだビオール、あっちょっと待ってな、でいいですね今のは。さあ追い込められたスーピー側投げて、これは確定ですね。おっ投げてうまい、中キックから2位が出ないが投げて、ここからどうなる、波動は踏まない、あっどっち、下段はしっかりガード、踏んでしまう、この遠い前は割と竜の前ではある。さあ上から、あっ中台うますぎる、そして相打ち OK、一歩落とされたったら若干小江戸さんやばかったですが、3ラウンド目、さあまずはミドルミドル、俺のカニの動きを見ろと、竜巻から下段鎖骨はあれですね、見てから一応立てますので、長谷が10フレームだったかな、全然間に合いますので見てから、いや10フレーム意外とちゃんと張ってれば見えますよ。さあどっち、思ってー、あー安い、どっちやらかしてしまうのか、2位で削って吐かせてダー昇竜拳シック削り、なんとバイパーさんが締めました、おめでとうございます。 HCB の行きましょうか、あ時間遅いのやめときましょうか、お店のインカム的なものもあるんで今日はこれにて終了となります。というわけで、勝利チーム 1P 側、1P 側のメンバーは写真撮るので集まってください。はい、じゃあ勝利した 1P チームちょっと写真を撮りますんでね、じゃあ集合してください。ちょっともうちょっと寄ってください、入らないんで。さあということで本日ノーランバトは終了いたします。じゃあ来週バーサスで、その次がまた大山ニュートンでありますんでね。6月17日ですね、じゃあそちらもぜひ遊びに来てください。3, 5
Walking! Walking! Walking!
Fire! Hold on, fire! Walking!
Okay.
Fuck!
Come on!